ゴム引き縫の正規複石袋対カットモデル鉄板で補強し、外枠からワイヤーで固定することで、起立状態を再現している。ゴム引き縫の断面ゴム袋対指示式、厚生規複石旧来の厚生規複石ゴム引き縫の正規複石は、ゴム引き縫の製のチューブに空気や水を注入、排出することで起伏させる石。ゴム石、ラバーダム、バルーンダム、ファブリダムとも言う。 水をせき止める目的で川に建設される石のうち、水門などの稼働部分を持つものを稼働石といい、持たないものを固定石という。稼働石のうち、ゲートが上下動するのではなく起伏するものを起伏石といい、ゲートを起こした状態で水をせき止めておき、洪水などで増水した際に倒して放流するものである。起伏石のうち、筒の形をしたゴム引き布製の袋を用いるものが、 ゴム引き布の正規副席である。アメリカ合衆国、ロサンゼルス市水道電力局のノーマン・インバートソンが1956年に考案したもので、日本では1965年に導入が始まり、1993年には2400もの試行例を数えるまでになった。設置の目的としては考え、高潮に対する防潮堤、レクリエーションなどが挙げられる。 ゴム引き布製起伏石の実態とも言える。ゴム引き布製のチューブは、専門的には、袋体といい、その断面は円形をしている。これに、空気や水を送り込んだり、排出したりすることで起伏させる。操作に必要な機械は、ブロワーやポンプといったものだけで済み、倒伏動作に限っては動力を全く必要としない。設置やメンテナンスに必要な手前コストが安いのが、特徴である。 チューブの寿命は、素材の耐久性や、実際の運用実績から見て、少なくとも30年間以上と言われる。川を流れる砂程度なら、摩耗は少ないが、大きめの石などに対してはゴムを厚くしたり、素材を特殊な配合のゴムとしたり、クッションを配置するなどの工夫で対処する必要がある。この形式の欠点として、倒伏させる過程で、V ノッチ現象が発生することが挙げられる。 これは倒伏させる過程で、チューブの高さが均一でなくなり、ある一点だけが、アルファベットの V の字型に潰れた状態となってしまう、ものである。こうなると放流水が一極に集中し、放流量が課題となるため、五眼及び森床の検討の際に考慮に入れる、必要がある。なお、これは、空気で起伏するもの特有の問題。ゴム引き布の正規伏税機と、 構成起伏席等を設置したものが、ゴム袋対指示式構成起伏席であり、SR 合成起伏席、略して SR 席、あるいはハイブリッド起伏席とも言う。2012年、ハリケーンサンディライ州を前に、ウエストサイドヤードの浸水対策として設置されたもの。ありがとうございます。